皆さんこんにちは、マコの兄です。まずはじめに、この度のマコの入院によってたくさんの方にご迷惑とご心配をおかけして本当に申し訳ございません。現在マコは病院に入院していて、撮影とか録音ができない状況です。ただ、どうしても皆様に今の状況を伝えたいということでメールもらったので、それを僕が代わりにお話しさせていただきます。メールもらったそのまま話します。まず入院原因は熱傷になります。熱傷の原因については諸事情があって今はお話しできません。両膝より下が現時点で熱傷レベル2度、その他にも太ももやお尻、下肢のあらゆるところに水ぶくれができたりしています。範囲が広ければ死に至る場合もありました。熱傷レベルは受傷すぐに判断できるものではなくて、時間とともに深くなっていく場合があるそうです。まだ最終診断はできていません。現時点よりひどくなった場合は皮膚移植を行わないといけません。今の状況は午前中の処置が終わると寒気と震えが始まり、昼頃には40度まで熱が上がり、夕方頃に汗をかいて、夜にやっと38度前後に熱が下がる状況が毎日続いています。完治までに2ヶ月と言われてますが、皮膚の状況が良かったり自分で処置できるのであれば早く退院できるとのことです。そのため動画の更新は退院までお休みさせていただきます。また退院しましたら発信を再開したいと思ってますので、皆様それまでお待ちいただけたら嬉しいです。改めてこの度はご心配ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。メッセージは以上になります。